伏見区献血推進実行委員会の皆様、はじめまして、山口優也と申します。今、ちょうど輸血を受けているところです。で、2021年3月、京都市で献血を推進するメンバーに寄せて放映された一本の動画。制作した京都大学学生の山口優也さんは、白血病で事実上の余命宣告を受けた状況で、この動画を制作しました。骨髄バンクっていうのは、献血ルームで簡単にドナー登録ができます。これは、日本赤十字社が、提供している、造血幹細胞適合検索サービスというもので、自分の HLA と一致する人がどれぐらいいるのか、ということは調べられるサイトです。53万人いて、8人しか完全一致しないっていうのは、結構低い確率だと思います。ですので、献血推進実行委員会の皆様にも、献血事業を推進していただくとのごにですね、献血と同時にできる骨髄バンク登録の方も、たくさんの方々に進めていただくことで広めていってほしいなと、そのように思っております。そして、自分の命が日々輸血によって支えられていること、献血のありがたさ、大切さを訴えます。そして今、僕は特別な輸血をしてもらっています。HLA 適合血小板輸血というもので、僕の体内にはですね、多くの HLA に対して抗体ができてしまっているので、数少ないドナーさんの方にですね、赤十字社さんの方に、声をかけてもらって、直接献血していただくという名前も知らない誰かが、もう僕だけのために、血を分けてくださっています。そんな状況で、弱音なんか吐いていられないんですね。何としても生き抜いてやると、今はそう強く思い続けています。ゆうやさんのご実家。父睦則さんと母ななみさん。ゆうやさんは1997年に誕生。他のお母さんがひそひそ喋ったの、あの子ちょっと変わってるねみんなこう電車をね取り合いするのにひたすらレールを組み立ててるっていう。京都府の土木を担ってきた父睦則さんの影響を受けてか、鉄道や橋などスケールの大きいものが大好きな子供でした。母の七海さんは、優也さんが作ったものをすべて丁寧に保管しています。家族の記念日には必ず時間をかけた手作りのものを送っていました。図工や作文、また音楽と、そのどれもが才能に満ち溢れたもの。何でもさらっとできる子じゃなくって、努力して頑張って、時間をかけて作り上げていくっていう。うん、小中高では陸上に熱中しながらも、2016年土木技術者の父の背中を追うように京都大学工学部地球工学科へと進学します。まあ同じね、土木の道を目指してくれてるっていうことはすごく嬉しかったですね。自慢の息子でした。そうですね。しかし入学後の11月に肺細胞腫瘍が見つかり、4ヶ月もの抗がん剤治療と10時間に及ぶ腫瘍の摘出手術を受け寛解しますが、復学から1年を過ぎた2018年6月、体調不良を感じながら受けた定期検診で急性白血病と診断され、即時入院。輸血を受けながらドナーを探し、4ヶ月後の10月に骨髄移植を受け命をつなぎ止めます。翌2019年4月、大学4年生の時再発、強いがん細胞に打ち勝つため、また血縁者からの移植が可能でドナーを待つ時間の少ないハプロ移植を選択。ハプロ移植とは、 HLA が半分一致で移植を行う方法。
前一致に比べがんを攻撃する力が強くなりますが、自らのダメージも強くリスクを伴う移植方法です。6月、母ななみさんがドナーとなり移植が成功します。10月、肺炎を発症する中、12月に異常細胞がにわかに増加、再発と一時診断されますが、母のリンパ球が活性化したのか、2020年2月に奇跡的にがんが消滅します。その日から1年間ですね、僕にとって延長された1年間であると位置づけて生きてきました。その言葉を証明するように、回復した優也さんは2020年春からの1年間必死で勉強し、卒業論文を仕上げ、京都大学大学院工学研究科へも合格。各地へ旅行し、それまでブログや SNS で発信し続けてきた闘病記もまとめ、本も出版。大きな反響も得ました。しかし12月、3度目の再発。それは実質的な余命宣告でした。移植の成功率が1割未満だったからです。挑戦して終わるのがいいのか、それとも大切な人との時間を最後まで悔いなく過ごして終わるのがいいのか、その答えがですね、まあ今再びここにいると、そういうことです。本当にもう移植を受けようか受けまいかっていうのを悩んでたんですね、ずっと。最後なんていうか、励ますとかそういうのはねできなくって、でもやっぱり生きてほしいっていうこと。移植を決断した優也さんは、献血推進のため発信を続けました。僕の生きている意味、僕にしか語れないこと、書けないこと、そういう思いでさせてもらっています。3月29日、京都大学卒業後となった命を懸けた3回目の移植。4月7日、京都大学大学院入学。4月9日、術後、死の淵からの生還。献血への感謝を発信する優也さん。5月31日、苦しみの中でも希望を持ち、懸命に前進する姿が優也さんの最後の発信となりました。2021年6月6日、山口優也さん、永眠。 SNS やブログを通して多くの人々に励まされ、また励ましてきた優也さん。絶望と希望が繰り返される中で綴られた優也さんの生きた証がいつまでも残ってほしいと、睦則さんと七海さんは願います。生きた証を残したいという、その一つがその献血の推進に関わることだったんだと思います。こんな青年がいたんだっていうことを、いつまでも感じてもらえたらなっていうことを思います。あの日、誰かが献血ルームに足を運んでくださって、その血が僕の体に届いて、で、一日一日、まるでリレーのように、僕の命をつないでくださった、僕という一患者、献血で生かされている患者の、この思いが、皆さんの献血推進を後押しする力となって、そして回り回って、より多くの患者さんに、温かい血が、不足の心配なく、あまねく行き渡ることを、心より願っております。優也さんが命を懸けて発信したメッセージ、それは今なお
私たちの心を強く動かします。